こんにちは。ただいま列車が来ました。こちらは東京メトロの1番系ですが、この編成実は8両編成での運行です。基本1番系は10両編成での運行ですが、今回7000系が大量に廃車されたため、その補う分としてですね、この1番系が10両編成ではなく一時的に8両編成の確定運用に就くために8両編成に短縮改造、そして今暫定的に8両編成の運用に入っています。この1番系が8両編成として運行されるのは4年ぶりのことで、今回4年ぶりの復活をしたということです。実は8両編成には東急東横線内だけ急行運転が備わっています。他の西武線や東武東上線などは各駅停車以外の優等種別ももしかしたら運用に就くこともあるかもしれませんが、基本的に東急東横線内の種別としては8両編成は各駅停車また急行列車での運転だけというふうに絞られています。今回はこの急行列車、それも8両編成での急行列車ということで、今回これが1万系に充当されたのは、今回のですね、昨日から復活をしているのですが、今回が初めてということで、言われてみれば1番電車の復活した1番電車ということで今回乗車してきました。運転席の上部のところにはこういうふうに車号というものが書かれておりまして、その一部分ですがこういうふうにシールが貼られています。これは10両編成から8両編成にするときに2両余りますから、この編成から実質抜いてるということになりますので、その編成から抜いている2つの車両の部分をですね、こういうふうにシールで貼って隠すように貼られているわけです。このことによってこの車号を見てもこの編成は8両編成で走っているんだなということが一目でわかることになっています。なんだかね、途中でシールとかが貼られていたらね、結構不自然に思えますが、これは基本的にずっと8両編成で走るわけではありませんので、別に暫定的なものでいいのであれば、そんなに改良することはない、仮的な処置でいいのかなというふうな形で東京メトロ側もそういうふうな処置を行ったのではないでしょうか。列車中目黒を出発、8両編成の1番系、なかなか私は乗る機会がありませんでしたので、こういうふうな8両編成の電車は初めて乗車しましたけど、やっぱり違和感というのが少し出てきてしまうものです。いつもと同じような路線を走っているとはいえど、違うような種別をバンバン走っているわけですから、この辺とかも特急とか、通勤特急とか、少なくとも特急というふうな種別で走るというのが基本的です。それなのにもかかわらず、こういうふうな各駅停車の電車、また少なくとも急行列車が、少々の優等種別のような運用に就くというのはかなり珍しいということも改めてお伝えできればなと思います。この状態がいつまで続くのかどうかは分かりませんが、これからの1万7000系のデビューの今後についてや、そういう動きについてもいろいろ注目してみたいものです。まだ目が離せない東急東横線や副都心線系統、皆さんぜひお楽しみいただければと思います。ご視聴ありがとうございました。